はいどうもー、光信者です。光信者トークということで、山本さんがなんか踏み絵みたいなのしてますよね。まあまあ、これ動画のドッキリだみたいな、これで、これをやりすぎだっていうのは、それで面白い動画がなくなっていくっていうけど、まず真本さんの動画面白くないですからね。で、で挑発していくのは、俺の前の1時間物申した動画もそうなんですけど、<laughs> って思いますよね。うーん、いやー、これ今何カチャカチャやってんのっ,つって。包丁研ぎだよ。 いや、包丁研ぎだよって言って、その包丁研いでんだよって意味じゃなくて、単純にね、その包丁研ぎ買ったんすよ。それだけ。そのここのカチャカチャすんのが好きなんだよ。あーまあ、ハンドスピナーを無水エタノールにつけて回りやすくしときました。こっちだね。いや、で、それ見て、ああ、踏み絵するんだって思ってな。な、なんつうんだろうな。やっぱまたそういうことするやんって。なんかね。 人を傷つけるなって言ってるやつが人傷つけてるじゃん。矛盾してるんだよね、まほとさんは。確かにヒカルさんは、まあ、バリューとかでいろんな人に迷惑かけたっていうか、まあ、カンコレとか、ファンとかに迷惑かけてた。じゃあ、迷惑かけた人をとか、いろんな人を傷つけたかもしれない人あなた傷つけていいんですかって話。そこだよね。ネットの風潮に飲まれてるんだよ、まほさん。だから、確かにまホとさんは悪いこと、悪いこと、まあまあ、カンコレとかにいろんな中止とかになったり、 出られないとか言ったりファンの人があの高いチケット買って言ったらっていうのは迷惑をかけたと思う俺もでもまあバリューの件はちょっとよくわかんないん俺はああいうものだからって言われたらしょうがないけどでもやっぱりそのいやそれは迷惑かけたでしょってねやっぱりカンコレに出れなくてでカンコレでヒカルさんを最前列で見たいって人が3万円とかの高いチケットを買って見に行ってそれでもいなかったピンキーしかいなかったみたいな それは迷惑かけたんじゃないかなって思うけど、うん、でもやっぱそのほとさんがやってんのってうんそ、なんかアンチしか喜ばないよなって思うわけ俺はで「踏み絵」とか言ってでやってることがそのじゃあ人その何だろうな人を傷つけましたみたいな悪いことした人を裁くのはほとさんじゃないよってことを俺は言いたいあなたは裁くがじゃないぞと どの立場から言ってんだよって思うよね。うん。でも俺さすがに俺まひヒカルさんも追消ししなくていいと思うけどね。あまあまあさっきね。いや、ちょっとさすがにね。いや、俺はまず、まあまあこれね。 まあこれがきつき消しした内容なんですけどまあ昨日俺寝てたんでその内容知らなかったんですけど禁断との動画見たんやけどホト強括するのがうまいなさすが手慣れとるわあと陰湿さがすごい誰かが引き取らにホトの顔にモザイクかけて踏まとそうとするみたいなことやろまあでもそれが YouTuber か踏まれても立ち上がるように頑張るしかないなって いや、山本さんはやっぱダサいよね。そこを、いや、これからはやるなよで、あの動画でやめておけばいいものを、またそういうことするから、ドッキリだって言ってね, <laughs> ね。そこでドッキリって言わなくていいじゃんって俺は思ったの。そのなんか保険みたいな感じでドッキリみんなかけるじゃん。いや、もうそういうドラマだからみたいな。っていう、この動画はノンフィクションですみたいな感じでやった方が俺はかっこいいし。 ドッキリだからって逃げがなかったらまだ俺もまあ,いやま,あまあひどいことするのするのってすごいわって思うけどもなんか演技がうまいからまあ確かにまあ打ち合わせとかしてるけど踏み絵って,な,ってな,なんでそんなことするんだろうなって思うよねなんでそんなこと、まあ、まだ BDR さんがまだ靴の方が このののススリリッパの底の方がカリスマ性あるわ,わまだちょっとひねってて何をひねってるか分かんないけど、まあ、まだ面白いか分かんないけど踏みエって直球すぎないって思ってでまあ,まあ BDR さんがついてあーかあ」ってね笑いながらあの狂気さを出すのはまだいいしあれは面白さじゃんそれは面白くなくないって思うわけよいやでもその光る信者が顔真っ赤になってるって言われてもいいけどもう俺は真琴さんすげえ好きなんですよ だからあんま俺るさんと関わらないでホトさんの面白さをどんどん出していってほしいんですよ。俺だってね YouTube4、まあ、年前から結構どっぷりね YouTube 世うつべ沼に疲かり始めたんだけどその時からずっと見てんのホトさんとめぐみさんなんですよ。でホトさんとめぐみさんやっぱいつも面白いなって思って見てて今これですよ。やっぱり俺ホトさん大嫌いなんだけど大好きなんですよ。 うん、で今これでま,あまた嫌いになったなってヒカルさんはディスるからなのかとかじゃなくてこれが他の YouTuber にも当てはまりますよ他の YouTuber が不祥事出してまたディスり始めたらそれは違うよなって思うんすよねうんいやなんかやっぱホ法さん嫌いだなって思いましたまた今回の件でねいや奴隷旅行で普通に奴隷旅行をすればいいじゃんって言ってなんでヒカルねそんな お,お前ヒカル嫌いなのって何されたんだよ光にって,だってあの絶叫卓球であのいつまでも玉座に座ってんじゃねえぞーみたいな感じで言っただけでしょそういううおーみたいな,なんかこれが戦争が始まるのかみたいなノリでウォーって言ったけどそれで怒ってんのって思うけどまあ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 かダメだなって思う。 けどなんだっけまあまあまあちょっと待ってホトさんの動画見るわもうどこだだってでもなんかよくわかんない変な服着てんだよね奴隷旅行で。 見てますそれはえでも真琴さんはやっぱすごいななんかもう演技じゃないよね演技を超えた素の演技みたいなのが出てる、ね、いやん真琴さんそこはすごいなってもいつもわあっていうなんか すごい演技がすごい劇団ッカシュカかはいすいません <laughs> まあ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 喧嘩ドッキリみたいなね、うん、あま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  俺がまたホトさんディスっちゃったら同じだからなんで傷つけちゃうんだマホトさんにはそのホト、まあ、さんが面白い動画何っていうのは、まあ、昔みたいなっていうのじゃないです僕ははっきりとあってねやっぱりホトさんがね全力出してないんじゃないかとうんでどんな動画出してほしいのって逆に言われたらやっぱそのホトさんが昔やってた時間のかかる動画みたいなあったじゃないですかまあ時間のかかる動画いろいろありますよ ね、で検証系とかも最近何ですかビーズとスライム入れて乾燥機全然時間かかんないじゃん待つだけじゃんあんなで最後のオチが弱いからマスオさんオチが弱いから中にこうやってマスオさん入れた方がまだ良かったじゃんなんなんて俺はもう、ね、なんか本当につまんなくなったよねアイドルになったからいやなんで俺がこんなね怒ってるかだってマホトさん面白いんだもんマホトさんすごい面白いでもああいうことするでしょつまんないことするでしょ ヒカルさんなんかにかまってっちゃダメだと思うんで俺は。構まってるからも自分悪くしてるんだよ。もうああいうのに構まわないでやってったからもっと面白くなってったしそれはヒカルさんの思うツボだよね。うん。ヒカルさんを叩けば叩くほどヒカルさんの敵は消えていくからね。ヒカルさんのそういう策略みたいなのあるから。叩いたら負けなんだよねヒカルさんは。いや、そ,れそのなん信者だからとかじゃなくて叩いたらなんかをそういう能力みたいなのが発動してるんでヒカルさんの。 俺を叩いたやつにはそいつの魅力を俺に奪われる能力みたいなのがあるんじゃないかなってそういう話ねだからその信者として叩いちゃダメって言ってるんじゃなくてねそういう能力みたいなのがあるでしょ明らかにホ穂さん明らかにヒカルさんディスリ始めてからああいうの言い始めてつまんなくなっていくじゃんヒトラハウスも含めいやヒトラハウスさんもともとああすいませんすいませんすいませんでもヒトラハウスさん いや、まだヒクトラハウスさんは、いや、そういう動画わざとやってんのかって僕はまだ通用しませんよ。っていうのは最近の動画でね、もうサブチャンネルに出す予定だったって動画あるじゃないですか。あれね。あれの動画。いや、いや、僕はわかりましたよ。あ、そういうなんか、なんか、川口先生がこんな、こんな、欲しいあ、開けてって、えへっ、ねえって言って、脳汁ブシャーみたいな感じのは、ね、狙ってますよみたいな感じでね。 よくわかんない日本語が出てたんで調べたら悪賢いことみたいなそういうの見てね俺思ってねいや面白かったっすけどいやまだみんなヘキトラハウスさんがそういうボケをしてもわかんないんじゃないかなって思いますよ僕にしかわかりませんでしたって言うけど何人もわかってますけど何人もいろんな人わかってますけどま,あまだヘキトラさんはそのボケできないんじゃないかなって思いますよ通用しないっていうか いやただのつまんない人になっちゃうじゃん,じゃん <laughs> そういうね YouTuber を封死し,したような動画まだ早いんじゃないかなって、うん、俺しか出せませんからはい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 うるさいうるさいまあ真琴さんの件でね普通にもうヒカルさんとか誰かディスるとかそういうのやめてあーあとね単純に真琴さんが急につまんなくなった理由って後輩がつまんなくなったからでしょって言ってでるでんじゃんルドンとドンンドド ドゥードゥードゥーンプバンプパンプバンプバンみたいなねなんかこういう喧嘩が始まるみたいなねいや後輩がつまんなくなったからでしょだってよさこいバンキッシュさん自体は結構昔からいた人ですしはいそれだけですよまほどさんがねやっぱもうまほどさんに今いるの佐久間さんくらいしかいないのか悲しいよななんか真そこ東海いやもうなんか 後輩が面白い後輩がいなくなったら先輩がつまんなくなるのかマってマホトさんも面白いのになってマホとさん面白いのにって思っちゃうんですねいやわざとつまんなくしてるっていうそういう高度なボケオリンポスさん級のボケなのかって思っちゃいますけどまあ高度っていうのは高い山あの火星のねオリンポスさんっていう何 全長2キロくらいあったはずなんです。めっちゃ高い山と高度、高い高い高い度、高度っていうのをかけて、オリンポス3級のボケっていうやつです。まあ、これ最近ラファエルさんに、あのー、リプったんですけど、まあまあまあ、変じゃ帰ってきてません。いや、オリンポス3級のボケですね、みたいな感じでよ、ね。はいはい。まあ、理系ネタみたいなのやめてくださいって言うでしょ。いや、違うんですよ。理系じゃないんですよ。僕はね、何系だバカ系か。 ま、なんつうんだろうなその、理系系みたいな動画出してるじゃないですか、半物質。いや、俺単純に半物質欲しいなって思って、じゃあ作ろう、じゃあそれも動画にしようって言って半物質動画したら、みんな半物質の動画に対して、いや、黒歴史だな、お前みたいな感じでやってくるんですよ。それで結構。はい。まあ、まあ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 、お腹空きましたけど。<laughs> 山本さんはなんか残念なんですよね。それが元々つまんないタイポンとかね。はいはい、ディスりました。 タイポンとかかが全然ヒカルさんんをなんかディスるのはいいいんすよいや、ディスっとけディスるキー YouTuber タイポンはいいよみたいな感じになるけどマホトさんやっちゃダメでしょってマホトさんしっかり面白い人なのにその俺はああやってヒカルさんディスらなければまだまだ全然面白かったまあだまあ、勢いなくなったからね、まあ、勢いなくなったからまだ面白いはずなのに面白くなれたはずなのにな人ディスるとやっぱね ユーチューバー大体みんな意外に同じ面白さだったりするんですいやユーチューバー全員とは言いませんけど今有名になってるユーチューバー自体の面白さみんな同じだったりするんですよ今度どこ見えるかってやっぱ表面に見える人間性なんですよ僕たちが動画の中にある情報でその人の動画内の人間性を見始めるんですよ でその真の人間性っていうのはみんな悪いですよ。クズかもしれない YouTuber 全員。でもその表沙汰に僕はこういう人間性として見られたいんだっていう、見られたいですが嘘かもしれない何かで塗り固められた人間性を見るんですよ。でもそのジェニシスワンなんか最悪だよね、もう。表沙汰の人間性もクソだし、動画もつまんねえしって、ジェニシス1全部って知ってるけど、夕闇にいざない漆黒のエンジェルさんたちは面白いですよって、それは面白いですよ。 うん、でもまほどさんとかもダメだよね。なんかね。でもで、だから、ヒキトラさんはキーか。言いづらいな、キーって。キーって言いづらいんだよ。キーって。キーって。キーって言いづらいな。まあ、ヒキトラさんもね。よくディスるじゃない。まあ、ヒカルさんとかじゃないけど、それだけじゃなくてもさ、チョコスニとかディスったりするじゃんたまいろんな YouTube ディスったりするじゃん。うん、で、つまんない。 っていうことするからあそれつまんないっていう面白さなのかなって思っちゃうよね俺はあつまんないっていう面白さなのかなつまんないっていうのに面白さを見いだせっていうチャレンジなのかなって俺は思っちゃうくらいつまんないホ琴さんにもねうんえ奴隷力が面白いかって言われても奴隷力を出さねえのにそういうことすんじゃん急に情報がないじゃんなんか急にその動画だけ出しといてなんかはあってならない 普通に一個のくくりとしてこうやって出せばいいの。なんで今出すって思ったけど、よくわかんないなって思いました、まほとさんは。うんまあ、まあまあまあもうやっぱね、老兵ですよ、もう。マホとさんは。今を作れるのは今を生きているだけだ。若い目を摘むんじゃない。いや、全然物まねできねえな。はい、レイリーの物まねでした。そうです。もう老兵ですよ、マホとさんは。もう、今を作れるのは今を生きている人だけだよ。今を生きているやつだけだ。 若い目をつむんじゃない。全然モノまネできねえいや。レイリーのモノまネちょっとあと何かあるかなって考えてたんですよ。できませんでしたーはいはいはい、変顔やめようね。ベースが変なんだから。うん、ベースの基礎値だいぶ変なお前の顔が変顔したら、もうそれはしょうもない。しょうもない。根も葉もない。 お腹すきました。お腹すいたんでしゃべれないし。あー、まあ、まうまホトさんについてない、一時間しゃべれるけど、お腹すいたからな。もう全然優先順位、ご飯食べる方が高いもん。<laughs> まあもう本当に俺、マホトさんってつけるかどうかもうちょっと怪しいよね、もうあそこまで来たら。マホとんなんだ、そっちかいってね。いや、いお前の中で距離が近まってマホトとんなんかい。なえそれ。なあまあいいですよ。お腹がすいた。 お腹がすいた。まあもうとさんはダメってことですよね。もう老兵ですから、もうとさんもうね。うん。もうね。歩くシーラカンスですよ、とさんは。わという動画でした。はい、ということでね。あのー、まあ、ちょっとね、ご飯食ってからまた喋りたくなったら喋ります。いや、もうひどい。ほんと。ひかるさんディスんなくてよくないって俺は思うわけよ。いや、ディスるのはアンチの仕事だから。 マホトさんはそのヒカルさんのために時間使わなくてよく泣くなくないって思うわけよ俺は泣く,泣くなくないっていのは野生爆弾さんのなんかヒロミさんのモノマネした時になくなくなイっていうなんかその面白いなって思って使ってます流用ですはいということで次回の動画でまいりましょうまあ次回次回回次回回次回,次回、うん、あぁダメだ今ちょっとちょ個人の名前が出そうになっちゃったからね個人ボケ 個人のボケをするとね、叩かれるんで、皆さんも気をつけてください。ということで、次回の動画、まあ、次回の動画で会いましょうって言って、生放送やったらそれみんな見ないのかって話になってくるじゃないですか。まぁね、次回の僕のアクションで会いましょう。アクションっていうのはもう僕の動きですよ。生放送する,そうするか、外に出てるかよくわかりませんけど。 いやまあまあ見なくていいですよまあそんなね次回見るより前回見ろぜ前回見ろぜ全全全ぜ全全全全全在ということでねあの無理やりなお調を作りましたあれまあまあね次回見るな前を見ろということでね僕の昔のね変な動画いっぱい見てくださいということでじゃじゃじゃじ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 ゃジャスミンティにボーボードリあれカメラどこだ